ヤギさんもおぎゃ？ヤギがいないよね。あ、いつもここに並べてあるんかな。ヤギいた。いた。いた。かわいい。初めて小ヤギ見たよね。ヤギたちいたね。みんな興味ない。餌こっちにはないか。あ、うん、買ってこよう。ちゃん買ってこよう。いい？はい、いいよ。ちょっと待ってきて。いやいや、かわいいね、みんな。かわいい。かわいいほど。うん、ね、食べちゃいたいほどかわいいね。食べちゃダメ。ごめんね。なんかさ、うん、檻の、なんかさ、檻の中だよね、この子たちが。そうだね。あ、めーって泣いてる。初めて来たよ、聞いたよね、小ヤギの鳴き声。ねえ、かわいい。かわいい、首輪ついてる。ほんと、あ、ほんとだ、かわいい。元気？触れててごめん。お、こっちも。へへー。当たったよ、たくん。立ち上がった、トントン、パンパンってしたけど。みんな可愛いし、みんな可愛いね。可愛すぎるよ。まあ、小ヤギって言えば、わ、タッコ見て見て、めっちゃ大きい。大人のヤギだ。うん、食べてる。久しぶり見たや。うん。でかいでかい。こんなにでかいもの初めて見た。大きいね。こんな大きいものさ、うん、鳥の牧場もいないよね。うん、なかなかね。見ることできないよね。うんうん。あ、この子、ちっちゃいね。お母さんだね。あれ、メスヤギがいるな。うん、メスヤギと子供だね。これ、子たちさ、うんうん。人間子だし。撫でられて。あ、お父ちゃん持ってきてくれたよ。おお、ヤギたくさんいる。かわいいよ。かわいいね、目がつぶらね。おるの？ほら。ほら、みんながほら、なんかちょっと目の色変えて。一本ずつ、少しずつ、少しずつ。うん。うん、それでこうやって出してみたら食べるんじゃない？ほら。向こうかと思ったらこっちだった。めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来てる。遠慮なく召し上がれ。だし、大騒ぎだよ。本当めっちゃ大騒ぎになってる。後ろの首もなんかそわそわしてる。後ろ、あ、首輪ついてない子は食べてないよ。本当、あそこにさ、めちゃくちゃこの子たちさ、初めて小ヤギ見たよね。本当、うん、なかなか見えないよね。僕、面白いね、面白いね。こっからの絵も面白いよ。こっからの絵も見えちゃう。僕にもくれよ、私にもくれよ、オイラにも俺たちにも。ちょっとちょうだい、ちょっとちょうだい。じゃあ話すよ。ほら、後ろの子もさ、あれ、ここあるよ。僕にもちょうだい。うん、そう、顔出してる。頭出してるじゃん。どう、どう、たくこの子も、この子も、この子も、うん、え、可愛い角が生えとんね、この二人。本当だ、オスなんだろうか ね、 ね。あの、大人たちがね、ギロリって見えるよみたいな。子供の次は当然大人だよねみたいな。あ、うん、大人だよね。いただいちゃっていいの？ちっちゃい子たちが、ちっちゃい子たちがついていくよ。あそこもみんなお腹空いてるんだね。うん、みんなお腹空いとるんよ。今日は誰も本気で来
たよ。今日の初めての人間だよ。お客さんだよ。食べたいな。ねえ。この子たちは女の子の、あ、でもお相撲のよね。ねえ。元気いっぱい。元気いっぱい、食欲いっぱいだよ。あ、もうみんなが一段。ヤギ牧場さ、たくさんヤギ飼育してるよね。かわいいね、ヤギさんたち。もう見て、もうなんか。もうさ。チビーズたちは本当にもうさ、もう。もうさ、みたいな。あ、ここはお母さんと娘なのかな。くしゃみしゅう。すいません。何だ、泣いて寝だるよ。あ、そういえばさ、長い子と子供みんなさ、見てたか、あそことかもね、仁王立ちしてみよるやつ。タックもね、もうみんながね、え、余ってそう。余ってそうみたいな、そわそわしな。欲しいけど。なんか人間来てるぜ。どうする、もう一個買ってくる？もういい？でもいいんじゃない？うん。うん。なんかご飯もらってるわけね。そうそうそう。そう。めっちゃあの。これヤギの匂いだよね。うん、そうヤギさんの匂いだ。あ、違う、違うし、あ、何もいただいてるの。種類が違うからね。ね、種類が違う。これ野生のヤギ？うんうん。ね。見てあの子、首出してくる。あ、もう。もうお帰りにいかがですかみたいな、寄っていかれませんか。食べたそう、ね、このヤギはなんかね、好きじゃないかね。うん、まあ、いや、もう大丈夫です。あ、なんかヒゲが長いね。うん、まあ、あ、黒い年配ヤギやね。黒ヤギさんもいたね。あ、黒ヤギ珍しいね。うん、お帰りにいかがですか。いないよ。ここは空室なのかもしれない。あ、あそこにいたね。いや、こっちで。ってことはどっかへ散歩に出かけたか。あ、それも言えるかも。うん。言うみたいに言うことをまあ聞いてるね。うんうん、まあ、それよく聞いてる。いい映画するね。わー、これはいいね。そっから、あ、はい、そうだね、そうだね。お耳挟まないようにしないとね。うん、ヤギさ、うん、殺しちゃった。見て、全部さ、本当だ。これが最後だった。では、うじゃうじゃ、うじゃうじゃいそう。最高。なるほど、この中にいたからいなかったの。うん、ゆっくりゆっくり、うん、大丈夫大丈夫、オッケーオッケー。うん、うん、うん、
赤ちゃんが呼んでるよ、たぶん。あれ、双子なのかな。もうちょっと、うん、もうちょっと奥開けたらいいんじゃない。足を見に来た。いや、また会いたくなったね。いや、あの外に出とったけんさ。また会いたくなった。たくその先のところをポキッと折って根っこのところだけ上げたらいいんじゃない。うちここからこうやってポキッと折ってさ。いや、うん、でそこだけ上げたら。みんな落ち着いた。こっちさ。かわいい、あの二股のひずめがこう。ちっちゃいね、まだね。かわいいひずめ。赤ちゃんたちはさ、あそこのお母さんたち3人。あれ、お向かいさんはいいわね。赤ちゃんお向かいさん来てもらって。そこで走ってるからね。あそこはまだちっちゃいから。座り込んでしまいました。うん、もう葉っぱを食べてしまったからもうおしまいなんじゃない。枝は食べないからね。おしまいだよ、それ。うん、それは食べんよ、たく。硬いから。でもさっき、大人のヤギ食べてたよね。まあ、大人はね。ちょっとね、むしゃむしゃって舐めてみたんだよね。あるかなって。まあね。ここは男子部屋かな。ここも男子部屋やね。うん。お母さんは優しい目をしたのね。こっちの方はもうと結構年配なんやね。たく幼稚園だね、小ヤギの幼稚園だ。でもここ開けちゃダメよね。開けたらさ、ヤギたちちっちゃいからさ、こっから出てこようとしよるもんね。でもむしゃむしゃ、あまあまあするね。このね、頭の先のところがさ、くぼんでるよね。うん。ヤギってそこがさ、うん、ここが尖ってる、ここが尖っていることあるよね。まあ尖っていたい。うん、そうですね。さんはいっぱい食べたんだよねーってことしょ。なんかみんなさっきのあの勢いがなくなったね。うん、なんかさ、ヤギさ、こうしてやる。
あら、ヤギが、ヤギ。あ、ほんとや。あ、立ち上がった。あ、置いといた、ポニー。かっこいい。かっこいいね。イケメン顔じゃん。イケメン顔、めっちゃ。でね、ヤギじゃね、あの小屋の中に隠れてる。あ、ヤギじゃない。隠れてるからね。こんにちは、ポニーさん。かっこいいね、逃げそうね。端っこっす。あら、ヤギがいる。こっちこっち、こっち。黒ヤギさんだね。じゃあ探検してみようか。かっこ。怪我をしないように気をつけてね。ひまわりかっこやり。嬉しくなると思わず頭突きしちゃうかも。だって。嬉しい。なんか誰か来た嬉しいって言って頭突きするんだって。やめてほしいよね。愛情の表現方法がちょっと。